思い出の熱い涙は、いびつな過去の帳尻合わせ。ケオン、いない。こんにちは、宮下隆博です。今回このイニシエという作品に出演させていただくことになりました。なんか僕自身劇団をやってまして、以前所属してまして、ここに会いたくない奴らと再会した、旗揚げ9年で空中分解したとある小劇場の劇団って書いてあるんですけど、僕9年で解散してるんですよ、劇団去年で。めちゃくちゃ会いたくないんですよ、僕そいつらと。まあ、まさかそんなお話をこのタイミングでやらせていただくとは、本当に感謝しております。こういうお話に呼んでいただいたのは、あまり自分の過去のことは話したくないので全く話してないんですけど、何でしょうね、こうやって作品を通してこういうものを、劇団のちょっとリアルな、いやらしい、汚い、なんか性格の悪いとことか、そういうところがあるんでしょうけど、なんか嫌にならずに、それがすごく人間っぽいと思うので、そこを見ていただけたら、またね、なんか劇団とか見に行った時に、これを、このイニシエを、なんでイニシエっていうんですかね、まだちょっと本がいただけてないんですけど、このあれに対してこれイニシエってタイトルがすごく不思議ですね。不思議だな。ケン・イナムって誰ですか。ごめんなさい、ちょっと勉強不足で申し訳ないですけど、私読むと同じカテゴリーの人なのかな。あ、池谷さんの作品、前回僕北斎見させてもらいまして、とても素敵な作品で見させてもらったので、なんか本当にご一緒できるのが楽しみでおります。はい、ぜひ、何月かな、7月24日から8月4日まで、これもちょっとまだ台本届いてないんでちょっと分かんないですけど、飛車田さんも、これも合ってるのかな、これやるのかな、やるみたいで、ね、6月20日もうチケット発売です。皆さんぜひお待ちしております。よろしくお願いします。楽しい作品だと思いますので、お待ちしております。よろしくお願いします。